はい、そうですね、今回ニーヤとオートマタの楽曲を作るにあたって、前作のニーヤで音楽をこう気に入ってくれた方がたくさんいらっしゃって、その言葉をとてもたくさんいただいたんですね。で、僕自身とても嬉しくて、嬉しかったんですけれども、同時にプレッシャーになる部分も結構ありまして、そこをこう意識してやるとなかなか筆が進まないといいますか、最初にあこれだなっていうのを掴むところまでがとても大変でした。ただこう実際に映像であったりとか、イメージボードであったりとか、そういうのができてくると、おのずとといいますか、今回はこういう方向性なのであれば、前作のいいところを踏まえつつ、同じようなものを作るわけではなくて、新しい形でこう気持ちを切り替えて作っていけたので、そうなってからはこうとても楽しく作らせていただきました。やっぱり前作がすごく人気があり、かなり熱いファンの方たちがたくさんいらっしゃるので、そんなファンの方たちに満足してもらえるように、かつ前作よりも良くなったと思ってもらえるようにっていうところを、かなり頑張ってやったつもりです。はい、実は今回のニーヤとオートマタは前作と違って、とてもいろんな方に興味を持っていただいてたみたいで、いろんなインタビューだったりとか、こう何か文章を書いたりとかですね、結構こう多かったので、まだ言ってないことっていうのはすごく少ないんですけれども、実はその今回の中であるところで流れる曲が合唱みたいな、こうたくさんの方が歌ってるシーンというか、そういう音楽があるんですけれども、そこの合唱で歌ってるのが実はその今回ニーヤとオートマタの開発に関わった方々が歌ってるんですね。で、プラチナゲームズさんのその若いクリエイターの方々もそうですし、実は横尾さんとか斎藤プロデューサーも実は歌ってます。で、僕も歌ってます。で、そういうのをこういっぱい混ぜて合唱っていう形で作ってるので、おそらくすでに、日本とかでは聞いた方もいると思うんですけども、おそらく普通にそうじゃなく撮ったと思われてると思うので、あ、この中に横尾さんがいるんだなとか、僕がいるんだなって思いながら聞いていただけると、また違った面白さがあるかなと思います。はい、世界とにかく広く作ってくれているので、何もないだろうなっていうところにも何か置いてくれてたり、新たな発見があったりするので、アクションゲームの気持ちでプレイすると次々に先に進んでいったりすることあると思うんですけど、ちょっと岡部さんの素晴らしい BGM を聞きながら、いろんなところをメインストーリーとは関係ないところも見て回ってみると、またちょっと新しい発見があって楽しめるんじゃないかなと思います。プラチナゲームズとして、スクエアエニックスさんと初めて、一緒にゲーム制作をさせていただいて、そこに横尾さんの、ディレクションであったり、吉田明子さんの、キャラクターデザイン等が載って、かなり目新しく新鮮で、かつ変な感じのゲームにはなっていますが、プレイしていただくとその独特の世界に引きつけられるものはあると思いますので、ぜひ、じっくりプレイしてみていただきたいなと思います。よろしくお願いします。